アキレサウルスは白亜気候期に現在の南アメリカに生息したアルバレスサウルス科の獣脚類恐竜の属の一つである。化石はアルゼンチンのリオナグロ州にあるバホデラカルパソーの上部白亜系三ントン海の地層から発見されている。属名はこの恐竜を識別する特徴であるアキレス圏にちなんで命名されている。 この属は同時代のアルバレスサウルスなどと比較して大きく、規定的なアルバレスサウルス化の属であった。アキレサウルスのホロタイプは、マクン PVRN1116 は部分骨格であり、一つの潜椎、四つの惜し左の大腿骨の一部、頸骨と足、左の腸骨が含まれている。この標本の記載者であるアグスティン・マルティネリ及びエゼケール・ベラが、 系統解析を行ったものの、この親族とアルバレスサウルス及びより派生的、アルバレスサウルスかとの系統関係は解決されなかった。マッコービッキー、エイプストッチアギアネチニでは、アキロサウルスとアルバレスサウルスは同じ類層で発見されており、両者には些細な違いしかないためアキロサウルスは、アルバレスサウルスのジュニアシノニムであると主張されている。ありがとうございます。